今日も編集頑張りますか。ああ。なんだこの音は、なんだこの音は、なんだここは、セイントセイヤの世界に飛ばされてしまったというのか。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、セイントセイヤの世界にお邪魔しまして、セイントセイヤライジングコスモ、こちらをね、やっていきたいと思います。すいません、ちょっと一旦真面目にね、ゲーム紹介していいですか。すいません。皆さんはセイントセイヤという作品はご存知でしょうか。セイントセイヤ自体はですね、1985年に、週刊少年ジャンプで連載を開始した大ヒット漫画でございます。と、1985年ですって。私、生まれが1989年なので今31歳になるんですけども、生まれてないんですね。もう僕が生まれる前からやっていた大ヒット漫画と。で、シリーズ発行部数なんと累計3500万部を超えていると。強すぎー。ギリシャ神話をモチーフにした物語で、セイントって呼ばれている、希望の戦士、が、邪悪な、やつら、敵と戦うっていうストーリーですね。当時の週刊少年ジャンプの看板作品といえばセイントセイヤだったみたいな、そんな感じです、ね。で、実はそのセイントセイヤなんですけど、9月の17日に、このセイントセイヤライジングコスモっていう、このアプリケーションが、リリースされたんですよ。で、その原作の、セイントセイヤを、このアプリに、落とし込んだ、ものになってまして、で、このちょっとね、ゲーム、僕ね、この1週間くらいですかね、やり込んだんですが、非常に面白いです。ちょっといくつかポイントありますんで、ご説明していきたいと思います。まずですね、ストーリーを高クオリティで再現しているということ。これはね、ゲームをね、進めて、いただければわかると思います。だから原作が好きな方はね、非常に楽しんでいただける内容になっているんじゃないかなと。そして、原作の声優さんを忠実に再現しているということ。こちらの方が勝ってるんですよ、非常にね。素晴らしい。そして高品質のグラフィックとバトル画面、今後ろで流していると思うんですけども、この戦闘シーン、クオリティ高くないですか。非常に素晴らしいですよね。で、必殺技なんかもこんな感じで完全に再現されているということで、非常に素晴らしいゲームとなっております。さあ、それではちょっと早速ね、どんなゲームなのかちょっと、簡単にご説明していきましょう。まずね、こういうパーティーをね、組んで、戦っていきますと。パーティーは一応今のところ6人ですね、最大ね。で、いろんなキャラクター選べるんですけれども、これ6人選んで戦っていくっていう感じで、僕のパーティーは、この6人ですよと。で、この速度っていうのがね、下に書いてあると思うんですけど、この速度でね、行動する順番変わってくるんですよ。早速ちょっと回線していきましょうか。今一番下にね、これアイコンがあると思うんですけど、これが速度ですね。自分が行動できる順番変わりますと。で、攻撃は、ここから選ぶんだけど、通常攻撃、それからスキル、使って攻撃するっていうのが、2種類くらいあるよと。で、パッシブっていうのはなんか何らかの条件がクリアした後に、発動する特殊能力みたいな感じですね。で、このスキル2って書いてあるのは、これ何かっていうと、この、あ、やべ、ちょっと待って、時間ない、やばい、ちょっと待って。ちょっと待って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 、これ使おう、ちょっとオートやめて。で、やばい、ちょっと待って。で、このスキルっていう2って書いてあるじゃないですか。この2っていうのは何かっていうと、エネルギーが右上にあるんですけど、この六角形のね、このエネルギーを消費して使う必殺技です。ちょっとこいつマジ強いんですけど、シュラさんで一回これ攻撃しましょうか。こんな感じでね。で、こいつも、スキル使いたいんだけども、これスキルってコスト3なんですよ、この人のスキル。この人のスキルコスト3なんで、今2しか溜まってないじゃないですか。これだから使えないってことなんですよ。通常攻撃しましょうと。ちょっと見てください、このクオリティがね、非常に素晴らしいわけですよ。で、こいつはちょっとスキル使えますから、一応長押しをねすると内容を見れるんですけど、敵一旦に 120% の燃力ダメージを与えるっていうところなんで、これをちょっと1回打つ。で、相手ターンに入るとこんな感じで相手も攻撃してきますよって感じですね。いざ参る。はい、いざ参る。これね、意外とね、30秒しかないから、結構説明するの大変。意外と。
ほんで、今度ちょっとスキル使わずにちょっと一回攻撃しましょうか。普通にね、通常攻撃、こっち真相なんで、そうそう、こいつ攻撃していく。そうするとこれね、これね、絆っつって、絆をが結ばれてる、なんだろうな、味方がパーティーの中にいると一緒に攻撃してくるのよ。これ強いのよ、結構ダメージも増えるしね。でもね、シュラはね、これね、脳死のこのスキル、このエクスカリバーランプとかいう攻撃が敵一体に 80% プラス800の物流ダメージを3回与えるとかいう攻撃があって、これめっちゃ強いの。これほんとこいつ序盤多分ね、こいつだけで勝てるレベルで、ひたすらこれ結構もう8勝くらいなんですよ、ストーリー8勝くらいなんですけど、こいつ強すぎてマジでチーター、本当に。あとは普通に攻撃してみましょうか。必殺技いきましょう。ペガサス流星拳、せいやくんのね、必殺技ペガサス流星拳、かっこいいでしょ。どうですか、かっこいいでしょ、かっこいいんですよ。通常勝利していきましょう。エネルギーがなくなったらね、通常攻撃くらいしかやることないんで、見せたい技があるんですよ。ちょっと待ってね、これ死にそうだな相手大丈夫かな、死なないで、あー死んでしもうた。このね、このギャラクシアンエクスプロージョンっていうね、この敵全体に 190% の燃力ダメージを与えるみたいな、まあもちろん全体攻撃と単体攻撃があるんでね、全体攻撃持ってるキャラクターは強いんだけど、その代わりこれエネルギーがね高かったりするんですよね。いきましょう。このジェミニ最大の剣、すごいでしょ結構クオリティ高くないですか、高いですよね。俺これ初めてプレイしてクオリティ高えなって思いながら、なんか気づいたら1週間ぐらいやってるんで、割と素晴らしいゲームなんじゃないかなと思います。で、結構ねこのゲーム割と戦略性も結構あって、考えること割とあるんですよ。だからその辺もね、ちょっと見していきたいなと思うんですけども、ちょっと訓練所でね一回ちょっとどんな感じの戦略性があるかっていうのを見せていきましょう。今現状どういう行動順になってるかっていうと、味方味方敵敵味方ってなってるんですね、今右下のところで。この真ん中のキャラクターのこのね、スキルがあるんですよ。この真ん中の彼の攻撃の攻撃っていうかスキルかの、味方一人に毒を注入して攻撃に毒効果を付与するよっていう、そうすると、速度がプラス 100% になりますよっていう、このスキルをね使いたいんですよ。この一番左のこのキャラクター、アイオリアさんに、でアイオリアさんの攻撃でライトニングプラズマっていうのを撃ちたいんですね。これめっちゃ強いんで、でこれを撃ちたいんだけど、ってことは結局ここの真ん中の彼のエネルギーで1使って、でこの左側のアイオリアさんのエネルギーで2使いたいんで3必要なんですけど、右上にエネルギー2個しかないじゃないですか。だからこの彼のね、このお子様のこのスキル粘動力、これでエネルギーを2個まず増やしますよと。まずこエネルギー2個増やす、はい、エネルギー2個増えるんで、今これエネルギー4になったんですね。右上見ていただければ分かる通り、これ4になりました。でそしたら毒液を注入しましょう。こっちか、毒液をアイオリアさんに注入すると、今アイオリアさんの速度が 100% 上がったんで、速度が速くなって敵よりも速く行動することができるようになったんですよ。でここでこのスキルの、ライドニングプラズマ打つことによって、相手よりも先に行動して相手を先に倒すことができる。強いですよねこの技。こんな感じで、まあ、結構ねこういうのがいろいろあるんで、割とですねこのね、今これ何やってるかっていうと、新人訓練所ってなってるんですけど、この新人訓練所はねやっといた方がいいと思います。さあというのを踏まえた上で、この闘技場っていうね、ところの、そうですね、西川くんっていう方のここにちょっと挑戦していきましょうか。これ闘技場ってなんか今このゲームをプレイしている人のパーティーと戦うことができるモードなんですけど、さあちょっとオートやめて一回、まあもちろんこれオートとか加速とかあるんで、もちろんねそういうこともできるんですけど、さあまずはですね、何が強いって、このねシュラが本当に強いんですよ。だからねシュラを守りたいんですね。なので一回タンク役を彼にさせます。このスキルね、ドラゴンの盾、味方一人に対する攻撃を一回かまって被ダメージ 40% 減少させるっていう効果あるんですけど、これをシュラに使って僕はシュラを守りたい。そしてシュラは相手のシュラがめっちゃ強いんで、このシュラを倒す、これが先決です。まず倒しましょう。
まずはこいつを頑張って倒していこう。やばい、危ない。よかった。CPU がね、一応なんか操作してるんで、人が操作してるわけじゃないんですけど、闘技場って。でこれで、これは普通に攻撃するしかないか。シュラだけ倒したら多分いけんだよ。通常攻撃していこう。はい、シュラに集中攻撃を仕掛ける。これね、ターゲットを選んで集中攻撃仕掛けるのも大事。その倒したいキャラクターをさっさと倒した方がいいんですよ。その強い攻撃に降ってくるかもしれないんで、相手が強そうなキャラクターがいたらそいつを先に倒しちゃうっていうね。はい、まず君のシュラを、よし、オッケー。これで危ない。この辺はね、もう何でもいい、どうでもいい。今のタンクしたね。今タンクしたからダメージ減ってるだいぶ。でもう一回これタンクしようか。もう一回シュラ守って、で相手のこうね、そのね、金色の誠意をつけてるやつって大体強いんですよこいつとか、スキュライオとか、あとこいつとかね、このミロとか、この辺って大体強いモンスターなん、モンスターじゃねえや、キャラクターなんで、この辺のやつから先に倒した方がいいかなっていう。こっちから行こうか。はい、エクスカリバーランブ、これ強いんだよな。このダメージ量エグいんですよ本当に。この人マジ脳筋なんで、これ結構ね、進めていけば割と誰でも手に入るキャラクターなんでね。でここでエクスカリバーランブとかいうあまりにも脳筋の、技を、こいつにぶち込んでいくか。はい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 こいつ強すぎだろ、こいつ強すぎるんだよな、どう考えても。で今度はこの彼の、このエネルギーが溜まったんでね、サガさんの、必殺全体攻撃、ギャラクシアンエクスプロージョン、くらえ。このジェミニ最大の剣、かっこいい、そして強い。さあ、エクスカリバーランブで分からせていきましょう。分からせていこう、分からせていけ。6-0だ。わあ、こういうことですよ。この身を八つ先にされようと。さあ、害悪おじさんの勝利だ。外役おじさん結構この闘技場得意でね、今ランキング1位なんで、見てください今、この、ここ、ランキング1ってあったでしょさあ、ゲーム性はなんかなんとなく分かっていただいたと思うんですよ。なんで、ちょっとですね、まあガチャやっていきましょうか。召喚って言われているね、これなんですけども、まあいわゆる他のゲームで言うところの、まあガチャみたいなやつですね。初心者ボーナスで SSR がその3枚手に入るんですって。このゲーム。優しいですね、運営さんね。で初心者10連で必ず SSR も出るよっていう、まあ、ことなんでね、非常に優しいゲームとなっております。でちなみにこれiPad でやってるんですけど、これ動かすと分かります？そのなんかね、星座が見れるんですよ。分かりますか？これほらほら分かる？ほらこれ、この機能ね、これ原作好きには割と嬉しいんじゃない？なんかね、リリース記念で最大その無料で100連とかできるみたいなんで、ね、結構 SSR はなんか獲得しやすいんじゃないかなと思います。で今回は上級召喚っていうこの真ん中のやつ、これ今200連できるんですよ。200連できるんですよ俺200連できるんですよ俺、天才か。ちょっと200連やっていきましょう。ちょっと SSR 出るまでやりましょう。ガチ召喚はね、この演出結構クオリティ高いですよね。あ、これ出ないね。SSR の時はなんかね、黄色に光ってるからわかんの。わかった、出ないでね。はいはいはい、もう一回最召喚いこう。ゴリゴリ行こう。 SSR の中でもやっぱり最初はシュラが本当に強いのでおすすめです。さあそろそろ来てくれ。もう60連目やぞ。頼む。あ、来た、これ、いいね、来た。かっこいい。こうやってね、 SSR だとその特製の召喚工場じゃねえや召喚ムービーが見れるんですよ。もうめちゃめちゃありがたいですね。かっこいいです、非常に。神持ってなかったんで嬉しい。持ってないやつ揃えていきたいね、基本的には。あ、来た、金色に輝いていく。かっこいい、いいね。よし、2体目来たぞ。いいぞ。いいぞ。あと50年あるんで、もう1体くらい出てほしい。あ、来た。いいぞ。はい。次、これ、それ。何？俺は最強を誇るゴールドのセイント。いいね。かっこいいじゃん。
いいじゃんいいじゃんいいじゃん。んでねえか。オッケー。ということで SSR が全部で3体くらいは出たんで、まあ、200ですればまあ3、4体くらいは出んじゃねえかな、多分。はい、いかがでしたでしょうか。もうクオリティがね、あまりにも高いんですよ、このゲーム。1週間くらいやりまして、思いました。非常にクオリティが高い。セイントセイヤファンにはぜひ、プレイしていただきたいと思います。公式サイト、公式ツイッターの、リンクは概要欄に、貼ってあるんでね、チェックしてみていただければなと思います。今始めると豪華プレゼントももらえるらしいんで、ぜひ、よろしくお願いします。それではまた次のコスモでお会いしましょう。抱きしめた心のコスモ。